ちは、三宅智子です。今回は茨城県常総市にやってきました。今回ですね、茨城県常総市の青年会議所の皆さんがコロナで売り上げが落ちた飲食店を盛り上げようということで企画したデカ盛りのお店が5店舗あるんですけど、今回はそちらの5店舗のデカ盛りを食べ尽くしたいと思います。まず1店舗目の店はこちら、茨城県つくばみらい市にありますカフェテラス R さんです。では早速行ってみます。お待たせしました。すいません、どうぞ。すごい、いろいろボリューミーだ。すごい、美味しそう。ハンバーグがめっちゃでかい。ハンバーグでかい。 400g の手ごねハンバーグと、はい、あとガーリックをベースとしたピラフ、ガーリックピラフ、はい、はい、それとベーコンと小松菜のトマトソースのスパゲティと3種類。美味しそう。ワンパクキッシュも載ってますね、はい、めちゃくちゃ美味しそうです。ありがとうございます。それでは、はい、10月例会常総青年会所、茨城常総デカ盛りメニューを5店舗食い尽くせよスタートします。よーい、スタート。はい、いただきます。それではサラダからいきたいと思います。生ハムも入ってる。いただきます。トマトも入って、生ハムも入ってる。いいんですね、贅沢です。キッシュ、どっちから行こう。ちょっとハンバーグ大きいの行きたいですね。わ、分厚い、分厚い。ではハンバーグいただきます。うん、おいしい。お肉感すごい。お肉肉しいけど柔らかくて美味しいです。うん、ガーリック、ガーリックライス。優しいガーリック感というか、まろやかな感じで。うん、美味しい。止まらないやつですね。食欲増しますね。ご飯とパスタとお肉を全部一緒に食べれて最高です。この幸せすぎるプレートですね。ハンバーグを食べたんですけど、やっぱ卵と一緒に食べたいですね。うん、すごい程よい半熟感。うん、程よい半熟の卵とハンバーグめちゃくちゃよく合いますね。ハンバーグとこのガーリックピラフめちゃくちゃ合いますね。
ですよね。 1.25 キロらしいんですけど、やっぱ結構肉がお肉は食べ応えあるんで、もっと味そうに感じますね。すごい食べ応えがすごい。ご飯にそうしっとりめで、私好みですね、めちゃくちゃ。結構細麺のパスタですか。美味しそう。すごいなんか具だくさんベーコンが。ベーコンの旨味がしっかり出てて、めちゃくちゃ美味しいよ。この小松菜のシャキシャキ感がまたいいですね。すごい。パスタの量も結構すごいですね。ベーコンもたっぷり。トマトもたっぷり。このデカ盛りなのに具沢山なのすごい嬉しい。はい、では最後です。いただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。本当にお肉もすっごい分厚いのに柔らかくて、もうね、パスタもすごい具がたくさん入ってて、トマト感もたっぷりで、ガーリックピラフもね、本当まろやかなガーリックって感じで、程よいガーリック感で。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、これは本当に夢のようなプレートですね。はい、こんなに全部が美味しくて、こういろいろ食べられて最高でした。はい、これで2500円はかなりお得だと思います。はい、安い。また来たい。ありがとうございます。これ本当にめちゃくちゃ美味しかったです。全部すごい美味しかったです。なんか18分50秒、すごい結構味わって食べたんですけど、すごいなんかご飯とかもすごいしっとりめですごい食べやすくて、はい、ハンバーグも柔らかかったんで、はい、ゆっくり食べてもよく食べられました。これは大満足ですね。はい、でちょっと大食いの人にはもう最高だと思うので、食べられそうな方はぜひ来てみてください。はい。